中山翔太は、大阪府大阪市出身のプロ野球選手、宇藤右内、東京ヤクルトスワローズ所属。白星学園小学校時代に、軟式野球をはじめ、大阪市立本城中学校では、東成シニアに所属。理性者高校では2年秋から、ベンチ入りし、4番レフトで、近畿大会ベスト4に貢献。第86回戦抜高等学校野球大会に、 出場し、決勝まで勝ち進み、近畿大会で敗れた高橋圭治ら要する龍谷大、平安高校と、再び対戦するが、敗れ準優勝に終わった。3年夏はレギュラーを外れ、ほとんど出番がなく、準決勝で、勝木和也、ずや、聖隋優や、青谷昴如来をする大阪桐蔭高校に敗れた。甲子園、通算5試合、打率、1764打点。 一学年先輩に、宮本城二学年後輩に、寺島茂照がいる。法政大学に進学し、二年春から出場し、二年秋に、リフトでレギュラーを確保。二年秋は、大竹幸太郎や加藤拓也から本塁打を放つなど、三本塁打を記録し、明治神宮外援総研九十年記念報道試合の東京六大学選抜メンバーに選ばれた。 3年春からファーストに回り、4年春はリーグ史上8人目のサイクルヒットを記録するなど打率380をマークし、ファーストのベストナインを獲得。4年秋は小島和也らから3本塁打を放ち、12期ぶりの優勝に貢献した。第49回明治神宮野球大会では、初戦の艦隊平洋大学戦で1安打を放ったが、敗れた。 東京六大学通算64試合、打率。306、11本類四47打点。2018年のドラフト会議で、東京ヤクルトスワローズから二位指名を受け、11月30日に契約金7500万円、年俸千3 0 0万円で仮契約を結んだ。背番号は8。2019年は35試合に出場し、打率。 289?5 本類打、14打点だった。2020年は29試合の出場にとどまり、打率、安打数、本類打数などの気並み前年を下回る成績となったが、9月には、球団最多大記録となる月間3本の代打本類打を放った。趣味は、ウエートトレーニング。愛称は、同性のお笑い芸人である中、山金に、君にちなみ、金に君。 ありがとうございます。